まず下道選手のリコメンドポイントは、いや3連敗は許されないでしょう。あっという間にコーナーマット剥がした。ウサインボルトを上回るスピードだ。矢野トールの早すぎるコーナーマット剥がし、相手がダウンしている間にこっそり剥がしておいて、硬いコーナーに相手を叩きつける反則技だが、慣れないレスラーがやると普通はこう。そしてコーナーマットを剥ぎます。コーナーマットを剥ぎます。さらに放送席の目の前、バントラックです。それですね。しかし矢野の場合、ずるいですね。矢野トールはね、コーナーポスト外す速さですよね、いつもながら。コーナーポスト外す選手権があったとしたら間違いなく柴田さん、はい、チャンピオンですね。ギネスブックに載りますね、はい、実況アナもベタ褒めのジャスト5秒。だが矢野の実力はこんなものではなかった。強烈に鉄柵に突き込まれた体が打ちつけられました。そしてここから、そしてここまでなんと3秒03。進化する矢野トールのコーナーマット剥がしに注目せよ。確かに外すたびに早かったですね。あ、でも言ってきますけど反則です。